はい、今回ご紹介しますのは、インフォバ01の時にもご紹介しました、ショットノートです。まあ、このような、メモ帳タイプのショットノートを使っているんですが、まあ、このようにして、ね、普通通りペンで文字を書いていくんですが、ショットノートはですね、au の Galaxy S3 プログレには、まあ、対応していないということなんですね。Google Play Store に行くと、ドコモの携帯、スマートフォンには対応しているんですが、なぜか、au とソフトバンクの、スマートフォンには対応していないということなんで、まあ、対応していなくても、インフォバ01のように使えるかどうか、試してみたいと思います。はい、これ、このままで撮影してもいいんですけれど、まあ、僕ね、これメモ一枚一枚撮った後に撮影することが多いんですね。で、こんな感じでペラペラペラという、こんな感じでスマートフォンを上から持ってくると、この紙が台形になったり、ペラペラするんで、文字が綺麗に写ってなくて、取り直しっていう場合があるんで、このしかもペラペラペラの上に、カメラを置くんでね、影になっちゃって、光のムラができるんですね。どうやって綺麗に撮影するかというと、こちら、100円ショップで買った、スマートフォンのスタンド。そのスタンドに、この、ね、撮った、メモの紙を、立てます。これで、撮影すると、結構ね、綺麗に撮影することができます。ちょっとやってみたいと思いますね。はい、ショットノートを起動します。まだ、何も撮影してませんから空っぽです。左端のカメラボタンをタップします。はい。で、これ、画面に、四隅に、ポイントが出ます。そのポイントを、まあ、ノートの、紙の四隅に合わせます。そして、合いましたら、ここで、カメラボタンを押します。はい、撮影が終わりました。これ、撮影が終わったので置いておきます。で、あとはここで、タイトルとか、タグとか、日付、番号というようなことをね、設定をして、まあ、保存をすればいいということで、まあ、タイトルは、ここタイトルを、タップすれば、文字が入力できますんで、まあ、テスト、と。あ、テスルになったな。なんか変になりましたね。よいしょ。はい。文字が写りにくいんですが、テスト、これね。はい、テストで確定。はい。で、あと、バーっと打ってあげて、完了というボタンを押せば、はい。あと、保存ボタンを押します。はい、これで、保存されましたということです。まあ、au およびソフトバンクのスマートフォンには、対応してないということなんですが、使えないことはございません。ね、ちゃんと使えます。中に入りました。で、これは、共有することもできます。ね、共有することも、できますんで、メール送信、ギャラリーに保存ということもできます。写真としてギャラリーに保存することも、可能です。あと、エヴァーノート、ドロップボックスにも、保存ができますんでね。はい、使ってみてください。今日は、Galaxy S3 プログレで、ショットノートが使えるかどうか、試してみました。それじゃあ、失礼します。